こんばんは。こんにちは。清流です。ウクライナに侵攻したロシア。世界の多くの国々、人々が無謀だと感じ、西側諸国の制裁もクリミア併合の経験から分かっていたことです。無謀とも思える戦争は50日を過ぎて未だに先が見えません。日本近海ではウクライナ侵攻後の3月にロシア海軍の10隻が津軽海峡を通過し、北方領土で大規模な軍事演習を行っています。そして現在はフィンランドとの国境に巡航ミサイルを移動させており、戦いの矛を全く収める気配がありません。プーチンはネオユーラシア主義を信奉していると言われています。その理念はロシアにとって価値がないと見なした国家は滅ぼすか従わせるべきと提唱しています。ロシアが世界の盟主として君臨する野望をあからさまに表に表現してきたのが現在のロシアなのでしょう。中国も似たような野望を持ち、その野望に沿った行動を起こしています。プーチンのブレーンだと言われているロシアの哲学者の言葉に、東の文明、ロシアのことです、には西の文明、アメリカのことですが、もたらす破壊を終わらせる使命があるというのがあります。プーチンはこの言葉を実行に移し、新たな世界秩序を作り出そうとしているように感じます。ユーラシア大陸の巨大な国家ロシアと中国が同じ方向に向かって動き出したように感じます。ロシアと中国が強気で自分たちの考える世界秩序を構築しようと行動に移せるのは核兵器を持っているからです。この二国でその他の国々を圧倒する核戦力を持っているため、自国と本気で戦う国はいないと考えているのでしょう。実際ウクライナではどの国も軍を派遣することができません。今後ロシアと中国が共に野望を具現化するための行動を起こしてくることは想定できることです。小さなことを見過ごせば、さらに次、そしてやがて直接的に日本への脅威が大きくなってくる未来もあり得ることです。そんな未来にならないための、日本にするための時間はあまりないように思います。
それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。See you soon. Have a good day.